ようございます。南国愛おやじです。今日はね、ペナンにありますコムターのバスターミナルに来ております。海が見えるコンドミニアム内覧しに行きます。はい、着きました。コムターのね、バスターミナルからね、約40分ぐらいです。はい、そしてもう目の前にはね、今日行くコンドミニアムが見えております。はい、いやー、いい感じの雰囲気ですよ、この辺。もうなんかね、裏もね、もうすぐショッピングモールになってましてね。いやー、こんなショッピングモール近いと便利です。そして日本人大好き、イオンですよ。そしてユニクロもあります。なんか、この辺の単語見るとね、日本人安心しますよね。ちょっとまだモール開いてないんで中入れないですけども、はい、後で入ってみたいと思います。ショッピングモール開くまでに時間あるんで、それまでに環境チェックをね、したいと思います。この周辺のね、歩いてみてどんな状況か見てみたいと思います。ね、海が目の前にあるはずなんですよ。まずちょっとそこ見に行きたいと思います。はい、コンドミニアムのね、真下まで来ましたよ。こんな感じでね、道が続いてます。はい、で目の前にウィーンズウォーターフロントなんてのがありますね。はい、ここなんかね、入れるっぽいんでね、ちょっと入ってみたいと思います。なんかね、この辺は子供が遊ぶアスレチックジム的なものがあるのかな。そして目の前、海が見えてきましたよ。いやー、向こうにはあれ、ペナンブリッジなんだよな。あれなんか2本あるはずなんですけど、ペナンブリッジがそのうちの1本ですね。子供が遊べるとこがあります。そしていやー、向こうまで歩いていきましょう。ショッピングモール見るとこんな感じですね。でこれをね、ぐるーっとこう回っていくと海です。すごい、うわー、ベイサイドウォークって感じですね、まさにこれ。うわー、いいな、これ。ここ毎朝ウォーキングしたい。そして、あ、向こうに見えるのがいわゆるペナンブリッジってやつですかね。すごいなー、いい景色です。向こう島があるね、渡れんのかな。いいですよ。これが今日見るコンドミニアムです。どこに部屋、その部屋があるかちょっと分かんないですけどね。はい、後で見に行きます。あ、めっちゃいいわ。海風毎朝浴びれるなんてね、幸せですよね。わ、そして緑もありますよ。あ、ハロー。ベイサイドから見るとね、こんな感じですね。ちょっと逆側もね、なんか店とかありそうだったんでね、ちょっと一回裏側も見に行ってみますね。今ね、シーサイドの裏側に来て全体を見てます。ここのね、建物 Q1 の下にはね、コンビニが1軒ありますね。あとなんかレストランがあるんですかね、あそこに案内みたいなのがあります。ただね、テナントはね、まだあんまり入ってないみたいで、あそこにね、ちょっと案内板みたいなのがあるんですけど、ここにこれがね、2軒ぐらいしか入ってないように見えますね。はい、あとね、向こうの方がね、公共の道路とこれからつながるんだと思います。今道路作ってます。これがつながるとね、おそらくバスとかもここに入ってくるようになるんだと思われます。そうするとだいぶちょっとね、また便利になりますね。あと目の前にあるショッピングモールをね、軽く紹介しておきますね。これね、相当長いです。これ中相当広いと思われます。名前はね、クイーンズベイモールと言います。はい、エージェントさんとね、いよいよ落ち合いました。どうやらね、僕はさっき紹介してたのが Q1 で、僕今日紹介してもらうのは Q2 だそうです。実はね、まだコンストラクションしてまして、9月に完成だそうです。そこの新築物件をね、今から紹介していただきます。まだまだ建設中です。ユニットはもうできてんのかな。サンプルユニットを見せてもらえるんだ、今日は。ああ、なるほど。じゃあちょっとお邪魔しましょうかね。Thank you。 お邪魔します。ジャパニーズスタイル、お邪魔しますです。はあ、まずちょっと一番近い部屋から。はあ、ん、すごいね、ベッドルーム。いやー、あ、いいっすね。バルコニーがついてますよ、ここ。
ちょっと今日は出れるかどうかわかんないですけど、出れないんだな。いやあ、さっき言ったあの作ってる公共道路との接続するとこですね、今あんな感じなんですね。はい。そしてペナンブリッジが見えます。わあ、そしてね、今新築の匂いがすごいしますいや、ちょっとね、シャワールーム見てみましょうね。ああ、いいっすね、これはいい、綺麗なシャワールームだ。ちゃんと敷居もあるんで、はあ、素晴らしい。 Yes. Steve, so this is type E1. E1 means is dirty, dirty. We are here now. We are here now. So this is one room. Big room. Okay. Another is small room here, 250 square feet. This is 1,004 square feet. Total 1,650 square feet. Biggest room. This is the biggest. Biggest. I show you first the biggest one. Okay. Nice seaside view. Yes. Wow. Big view.すごい、下から見ても良かったけど上から見るともっといいですね。これやばい、ちょっとスマホ持つ手が震えてきたちょっとやばい、興奮とね、あの落としたらやばいっていうこの2つで今手が震えておりますあーすごい、さっきのね僕がやってたベイサイドウォークのとこ、ここですね。素晴らしい。いや、これ朝、毎朝眺めたいな、これね、これで目覚めたい。素晴らしいです。はい。まだね、シャンデリアがちゃんとついてないんでしょうね、あれね。はい。こんな感じで、バルコニーから見たリビングルーム、マスターベッドルーム。マスターベッドルーム、セカンドルーム。セカンドルーム、セカンドベッドルーム。ああ、ウッド。Yes. へえ、あ、すごい木の匂いがしますね、やっぱり。すげえ。わあ。なんかカーテンの色もいいな、これ海の色と合わせてんのかな、すごい綺麗。うわーわわわわ、ここ出れるんだよな、もちろん。あ、ここ出れるんだ、これいいっすね。うわー、これあれですね、一日中これオープンにしてたいですね、風通したいですね。いやー、カビ生えないね絶対。これね、家族で来る場合、これ子供さんの部屋ですね、これね。わあ、でもこのユニットね、多分値段相当高いよ一番広いんだけど、ラージストアンドハイエストプライスです多分。あ、素晴らしい、いや素晴らしいなタードルーム、すごい。いや、子供が3人ぐらいいても大丈夫ですよ子供部屋一人一人に与えられますいやー、すごい。カーテンはこれいいね、この色合わせてつけてくれてるオリジナルなのかな。もちろんこの部屋からもシーサイドビューですよ、これはいい。これが多分メインのシャワールームになりますね。はい、こんな感じで備え付けられてます。あの、まあ、新品なんでね、動作チェックとかは特にしないですけど、はあ、さすがにね、バスタブはないですね、はあ、でもシャワーちゃんとついてます。僕の好きなあのハンドシャワーですね、はい。天井についてるやつはね使いにくいんで、僕は大嫌いなんで。いやー、いいですよ、うん、素晴らしい。ちゃんと収納もできますね、軽く。いやーすごい、なんかね、ここはガーデンユニットまでついてるそうです、はい。いやー、ここに草木を植えることができるということですね。エアコンの室外機もたくさんあります。おっと、パナソニックです、メイドインジャパン嬉しいですね、なんかね、その名前見ると。いいですよ、シーサイドビューの見れるユニット。いやー、ここでもね、最高級のユニットだからね、多分俺買えないと変えても一番小さい部屋だよな絶対。ゲートがねすごいしっかりしてます、鉄格子があります。あすごいですね、こういうなんか、あ、いろいろ置くことができそうですね、すごい天井高いです。
これだったら相当高いね、脚立を置けますよ、はい、3メートルぐらいの。はい、トータル、オールルームインクルード、1.7。This all. is 1650 square feet.、Oh. Big. Big. Okay. Price around 1.7 mil. 1.7 ね。Okay, okay.、I show you the 1.5 mil. 1.5 ね。Okay.ここはね、1.7 ミリオンだそうです。なのでざっくりですけどね、4,200万かな。ちょっと計算ができないんで、今度はね、5階のファシリティフロアに来てます。ここにね、多分いろんな、もう早速スイミングプールですね、これ。海かと思ったら違った。スイミングプールがある。うわー、これは広い。結構広いっすよ、このスイミングプール。あー。Is it okay to step on? また。すごいな。Is it okay? まあ、聞いてね。聞いてね。もう上がっちゃう。わー。すごいですよ。スイミングプール。うわー、これ下から見たときに、あ、ここじゃないかって言ったとこですね、やっぱり。なんかインフィニティプール的になってますね。ほー。すごい、海を眺めながらスイミングプールか、橋も見えるし、いいですね、今すぐ泳ぎたいぐらいです。上から丸見えですね、はい、あ、エアプレーン、あ、ニアエアポート、デスエリアニアエアポートね。あー、そういえばね、あのここって空港がすごい近いんですよ。ペナン国際空港にね、多分車で10分か15分ぐらいで行けるんじゃないかと思います。結構ね、5キロぐらいの距離だったと思うんでね、そこも便利なところですね。日本から行き来する人にはね、便利だと思います。あー、ジャクシーオールソージーム everything。 まだね、ちょっとこっちの方はできてないみたいなんですけども、まだまだね、いろいろできるみたいですよ。いいですね。いや、休みの日はこういうフロアでね、のんびりしたいですね。アイランド、we call it アイランド・ジョルジア。アイランド・ジョルジア。Yes. ああ、we can go across the this sea. You can take a boat. A boat. Go to there. Oh, we can swim in the this sea not seaside. Safe. Not safe. No beach. But not safe. 安全じゃないと。maybe dirty. It's very near. It's seaside, but we didn't swim. we didn't swim, ね。Oh, maybe ね、泳いじゃいけない海だそうです。でもあそこには渡れるということでね。はい。なんかあるのかな。アクティビティあるのかな。すごいですね。なんかボートが走ってます。